はいどうもこんにちは、プロミズピーのボーリングのヘアプロボーラーのミズピーです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、初心者向け、中級者の方でも十分参考になると思います。はい、あと両手投げとかグリグリ回す人には参考にならないかもわかりませんが、はい、ボールのね曲がりの要素、スキット、フック、ロール、これねいろんな方がもうたくさんやってますけども、改めて僕なりに、解説をしていきたいと思います。まずね、違うもん持ってましたね。ボーリングボールはね、たくさんもうあらゆる種類のあらゆる素材のあらゆる重りの形のボールがあるんですけども、まず基本的には、この CG といいまして、このバランスの中心となっているマーキングがあります。これから、ボールによって個体差があります。同じボールでも個体差があります。同じ種類でもあります。ピンといいまして、この中にね重りが入っているんですけども、センターにありましたボールの中の割ったやつを持ってきましたけどね、こう重りがいろんな形のやつが入ってます。その、この上からねこう目印になっているこの重りの上向きはこっちだよっていうマークがあるのがピンですね。本物ので言いますと、今のも本物なんですけどね、これです、はい、この角度形の向きを変えることによってある程度の曲がりの調整ができるということは、この辺はね皆さんもご存知だと思いますけども、ボールの傾きで表面素材の摩擦、ボールの素材がまず7割占めるんですけども、その中でね、ボールの回転、要は例の中にはですねこのように油が塗ってありまして、これはボーリング場にのメーカーさんによってね、出す表は違いますけども、被災ボーリングセンターの場合はケーゲルのマシンを使ってますのでこの表が出てきます。こう油を塗ってやるとこう投げるわけなんですけども、まずボールというのは、投げたらもちろん摩擦が生じるので転がります。その転がるときにひねりを入れてあげることで重りをねわざと斜め向けて回転さすのが、フックボールの要素なんですけども、まずは空回りさすんですね。この油のように投げてこうツルツルツルと回転しながらもまっすぐ滑っていく、この回転数と、スピードが大事なんですけども、このまず、くるくるつるつる回っていくところがスキッドっていう、いわゆるスキッドってやつですね。もう超綺麗な字で書きました。ヌキッドになってしまいましたけど、はい。で、オイルの減少とともに摩擦が増えてきまして、重りはその転がっている最中に、安定しよう安定しようとこう斜めから縦に縦に回ろうと重り自体が勝手に回っていくわけなんですね。でその時点で、まずフックが生じます。ここからこう重りの安定を求めて中でくる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 向きが変わっていくことによってフックという現象が起こります。そして最後にこのオイルの内ゾーンですね、このオイルの内ゾーンでボールの転がりはさらに増します。摩擦が一気に増えるので、この状態をロールと言いまして、スキット、フック、ロールというこの3つの要素で成り立ってます。これがバランスよくいくときにピンアクションがかなりよく出るんですけども、これをねする方法のために手のターンであるとかこの回転軸の向きであるとか、この回転軸というのは要はこの重りが向いてる傾いてる方向ですね、この軸の安定性と角度によって最後に生ずるロールの距離っていうのをですねバランスをとって強いボールを投げようではないかという動画を今日はやっていきたいと思います。ちょっとね、僕のこの拙い表現ではなかなか皆さんにお伝わりきってないと思いますので、実際投げてみて、皆さんにお披露目したいと思います。どうぞ最後までご視聴ください。それではご覧ください。どうぞ。はい、それではね今日はボーリングにのフックに関することですね、スキット、フック、ロールという、要素でボーリングのねボールの曲がりっていうのは成り立ってるんですけども、それをゆっくりねスローを交えながら解説していきたいと思います。まずねウォーミングアップでちょっと軽く転がしたいですけども、今日はね PAP のとこに
白いテープがありますので分かりやすいかと思います。まず簡単にまず転がしてみて、あのね白いテープが最初スーッと滑って、なんて言ったらいいかな、同じ位置で止まりながら進んでいってるのが見えたと思うんですけども、そこからね、奥でぐるぐるぐるとずれてだんだん広がっていきますよね。もう一回ゆっくりいきますよ。はい、ゆっくりと、はい、止まってるフレアぐるぐるってなっていって最後に縦に回りましたね。はい、これが、最後の縦に回ったことをロールというんですけども、はい、じゃあ次はね、喋らずにスローでいきたいと思います。お分かりいただけたでしょうか。最初点がちょっとねこう止まったままでまっすぐ進んでいって、だんだんこのテープの位置がこういう感じになってきて最後に縦に回ってるっていう感じになるんですけど、これを普通に投げてみるとですね、基本真ん中投げると曲がらないのでストライク出やすいところに立ちますけども、はい、いきますよ。これ普通の投球です。わお、はい、あんな感じになりますね。はい、これが、まあ、僕の標準的な普段のリリースボールの離し方ですね。はい、ちょっと曲がりすぎて集めに行ったので、ちょっと調整しながら今度はスローでいきます。先と脱位置は変えませんのでね。はい、スローで回転テープの位置をどうぞご覧ください。いきます。はい、ああいう感じでね、はい、滑ってって重りが向きを変わってって最後に安定してポケットへ吸い込まれるということですね。はい、お分かりいただけましたか。ちょっと難しいですか。はい、もう一回いきますよ。もう一度スロー、はい、いきます。はい、ちょっと出過ぎたのでね、今のは追いの少ないところを通り過ぎたから早く曲がり強く曲がり、集めに行ってしまったということですね。はい、今まではこれ通常の例です。はい、ここで次に、皆さんに知っておいただきたいことは、つい最近の動画でもロールアウトということはやりましたけども、ボールのね最後のあの縦に回っているところ、これの距離が手前すぎる、いわゆるピンに当たる直前ではなくピンよりもかなり手前からなった場合はですね、ロールアウトと言いまして、最後にねフッキングが足らない、いきますよ。ちょっとわざとねリリースをですのでサイドを入れない、こう回してしまうと、はい、手前で曲がって縦に転がっていく量が早かったですよね。はい、こうなるとロールアウトと言いまして、ボールが最後生きた状態ではなくてもう失速してからピンに当たるということで、これをじゃあねオイルのないとこでそういう風にロールアウトするように投げてみましょう。いきますよ。届くかどうか分かんない。はい、ね、こうキュイーンと
入らないといけないところが入らない、あれは手のターンが足らない時ですね。まあ、初心者とか中級者さんぐらいまでの方ならたまにあるこうボールがねサイドローテーションといってターンする前にボールが抜けちゃった場合にはああいう感じになります。逆にね、回しすぎな人、回しすぎな人もいますけども、回しすぎな人はですねテープの位置が、まあ、PAP ずれるから本当はこれは正しいかどうか分かんないですけどこうなるんですね、上横に回る、はい、そうすると今度はピンに当たるときにまだボールの軸が安定していないので滑ると曲がるがはっきり出すぎるような感じになりますので、あまりこれもまたねレーンに影響されすぎて滑ったままでポケットに当たるとねピンに当たったときに弱いのでスローでいきます。感じですね、はい、ピンアクションめちゃめちゃしょぼかったですよね、はい、これもまたよろしくないということで、やっぱりまあ、一番の初心者の方に参考になるのはやはりねボールの重みで降りてきて親指が、まあ、これ基本中の基本ですけど十字の方向に向いて振り抜いてくださいねっていうことです。他の方もねもうよくやってるので、まあ、僕なんかはもうやる必要もないかも分かりませんけど、こう投げ終わった手の向き、この向きが親指がねこう時計の十字の方向に向いた状態でこのままスポーンと投げるだけです。こういう状態ですね、はい、これだけです。はい、そしたらボールはキューッと曲がってくれます。はい、これを、ひたすらやるわけなんですけども、この時にスイングのボールの重みの重力と手のスイングの速さが釣り上がってない時にボールはやっぱり素手ですと押せなくなるんですね、落ちちゃうと回転しないから曲がらないということでございます。はい、じゃあちょっと長々と喋りましたけどね、これじゃあ普通のリリースで一回スペア挑戦してみましょうかね。オイルの計算ができてないので取れる自信は3割ぐらいですが一度やってみたいと思います。さあどうだ、あー惜しいね、取れとったら取れたがすごかったのに、はい、残念賞です。はい、じゃあね、今から普通のスピードの、ストライクと、スロー再生の綺麗なストライクが出れば今日は終わりたいと思います。さあ頑張ろう。はい、まずは普通再生ね、しっかりサイドローテーション入れますよ。ちょっと怪しいけど許してもらおうかな。はい、あれねちょっと中の油使いすぎましたね。はい、今のアジャストして今度こそもう一回スローでストライクで終わりますからね。ラッキー、まあ一応ストライクですから、ストライクはストライクですから、あれ入射角がね強くて早く曲がってるんですけども、まあ、ボールが生きてるうちにピンに当たるとねああいうラッキーなピンアクションもありうるということですね。はい、ということで、初心者の皆様ご理解いただけましたでしょうか。わからなければねまたコメント欄にわからんって書いてください。もう一回撮りますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今日は以上となります。内容がよろしければグッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、またねいろんな検証動画を撮っていきますから、これからもどうぞミズビーのボーリングの部屋よろしくお願いいたします。それでは皆さん次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。